募集しているのか。あまり縁のない仕事の類だが、話ぐらいは聞きに行くか。何の騒ぎだ。怪物だ。出たんだ、この洞窟の中に。俺たちは何とか逃げてこれたが、まだヒューゴが中にいるんだ。ヒューゴ？兄弟だよ。まだあの中にいるんだ。頼む、彼を助けてくれたら謝礼は払う。あの護衛を探してる張り紙はお前たちか。そうさ、どうやら本当に護衛が必要だったみたいだ。数日待ったが誰も来てくれないから、俺たちだけで探検に出かけたんだ。バカだった、我慢強く待つべきだったよ。かわいそうにヒューゴのやつ、一人で震えてるに違いない。何に襲われたか分かったか。そんな余裕はなかったよ。地面が揺れて大慌てで出口に走ったんだ。でもヒューゴは違う方へ逃げた。じゃあ怪物は地面から出てきたのか。多分実のところわからないんだ。振り返らずに逃げてきたから。そもそもなぜ洞窟に入ったんだ。それは道に迷って。洞窟を街道だと思ったのか。なぜそんなことを詮索するんだ。目的が散歩でもセワントのキノコでも今は毛ほども関係ない話だろ。ヒューゴが中にいて危険にさらされてる。大事なことはそれだけだ。あいつを探しに行ってくれるのか。一刻を争うんだ。中を見てきてもいいが、ただではないぞ。いくら払えばいいんだ。それなら払える。よし、その男を探しに行く。二人はここにいろ。暖かくジメジメしている。引きモアは涼しい場所を好むはずだ。それで近寄ってこないのかもな。くそ、熱湯だ。
気をつけないと火傷するぞ。身を守るものがあればいい。結婚だ。不縁は聞くだろう。ヒューゴが傷を負ったのか。ヒューゴか。兄弟に言われてきた。あのクズども、卑怯者、裏切り者、あいつらに襲われてなんとか追い払ったんだ。今度は悪党を雇ってとどめを刺そうってわけか。何を言ってるんだ。外でそいつらに会ったぞ。怪物に襲われて逃げてきたが、お前は出てこられなくなったと。それで救出を頼まれたんだ。そんなことを言ったのか。卑怯な嘘つきどもめ、騙すことにかけては一枚上手だな。おいおい落ち着け。何の話をしているんだ。俺はヒューゴ・モナール。父親のビクトル・モナールの名は聞いたことがあるだろう。有名なコニャック職人だった。親父が死ぬ前、兄弟の中で誰が家業を継ぐかで争いになった。そこで親父は強制的に俺たちが協力し合って仕事をするように仕向けたんだ。蒸留機を分解して3つの部品を別々の場所に隠し、3人の兄弟に1箇所ずつ隠し場所を教えたんだ。だが俺の分の部品がここにあることがバレて、俺は兄弟たちにとって用なしになった。あの2人は俺を家業から切り捨てることにしたのさ。文字通りな。それで言い争いになり、騒いだせいで怪物に襲われた。兄弟たちは出口へ逃げ、俺は洞窟の奥に逃げた。ほう、つまり蒸留機の部品を探しに来たのか。これのことか。そうだ。どこで見つけたんだ。熱湯が湧く地底湖の底だ。親父さんも念入りに隠したな。これはお礼だ。少ないのは分かってる。でも酒場を再開できたら誰よりも安くご馳走する約束だ。ぜひそうしてくれ。では行くか。兄弟が心配して待ってるぞ。待て、見ろよ、兄弟たちだ。ゴロツキどもを集めて待ってる。俺を襲うつもりだ。そうとは限らん。まさか偶然だなんて言うなよ。武器を持った連中を連れてきてるんだぞ。奴らの狙いは最後の部品だ。そのために俺を殺す気だ。頼む、頼れるのはあんただけだ。奴らを殺してくれ。でないと殺される。兄弟を殺せと、それが望みか。いや、とりあえず悪党どもは殺してくれ。兄弟はそのどうすればいいかわからない。気絶させるってのは無理か。とにかく俺を守ってくれるだろう。くだらん器具の部品をめぐる兄弟喧嘩のために人を殺すのはお断りだ。あそこまで行くぞ。お前が解決しろ。話し合うんだ。でも奴らが襲ってきたら俺を守ってくれるよな。いいだろう。襲ってきたらな。挑発はするなよ。行こう。ヒューゴ、無事だったのか。心配したんだぞ。ふん、実に嘘くさいな。聞いてくれ。お前が洞窟の中にいる間、この喧嘩に意味がないことに気づいたんだ。お前が怪我するかもしれなかった。命さえも危なかった。そんなことになったら生きていけない。ルシアンの言う通りだ。
みんな武器を捨てて親父が言ったように力を合わせて働こう。ほう、和解の申し出か。だがそれならこいつらは何だ。近くで寝泊まりしていた狩人たちだ。俺たちの姿を見て何か困ってないか尋ねてくれたんだ。あんたが洞窟に入ってなかなか出てこないから彼らの力を借りて救出に行くところだった。なるほど、ありがたい心遣いだ。さて、では本題に戻ろうか。もちろんだ。報酬を払おう。力を貸してくれてありがとう。近くまで来たらクレバークログスに寄ってくれ。自慢のコニャックをご馳走する。最高の一杯さ。楽しみだ。ではな。